強い。
疲れた。ずっと歩きっぱなしだぜ。大丈夫ですか、アオトさん。先がおぶりましょうか。いや、大丈夫。いや、それはそれで美味しい。バカな会話はそこまで。早く来てよ。この家で休めるから。ん？なんだこの家は。辰巳さんのお知り合いのお家なんですか？まあね、休みも取れるしテレモも借りれるよ。親方さんに連絡するんでしょ？お、そうだったそうだった。君偉い。偉いです。偉いって。さっさと行くよ。ああ、親方。アウト、アウトか。すまない、勝手に仕事場離れちまった。なんでするか。仕事途中でほっぽり出しやがって。一体どこで何してる。悪かったよ。今は詳しい事情は言えないんだけどさ、しばらく村には帰れそうにないんだ。わけありか。親方、そっちの様子を教えてくれ。クラスタニアの兵はまだうろうろしてんのか。クラスタニア？いや、こっちにはもう兵なんかはいないぞ。そうか、サンキュー、親方。おい、アウト。お前、大丈夫なのか？今のところはな、なんとか無事に戻れるように頑張るよ。それじゃ。